今日は石垣島周辺で竜巻が発生をしています。皆様からいただきましたリポートをご紹介していきます。1通目は沖縄県の竹富町からいただきました。ありがとうございます。遠くの雲から竜巻が4つといただきました。はい、ありがとうございます。雲の底にご注目をください。こう渦をね巻いているような雲、漏斗雲がね見えています。まあ、こういった雲がこの水面の方までタッチしますと竜巻となるわけですけれども、こういった竜巻の発生しやすい状況となっています。もう一つ行きましょう。はい、こちら沖縄県の石垣市からいただきました。こちら船の上から撮影をしていただいたものですけれども、こちらも海上で竜巻の風がね渦を巻いている様子がわかります。はい、水面がねこのようにぐるぐるとぐるぐると巻いているような状況となっています。今日の石垣島周辺は大気の状態非常に不安定となっています。この時間のですね皆様からいただきましたお天気報告とレーダーの画像を見ていきましょう。はい、こちらウェザーニュースプロの画面で見ていきますと、このようにですね石垣島周辺見ていきますと、一部周辺に活発な雨雲が現在は宮古島周辺にあります。石垣島周辺にはこの時間活発な雨雲はありませんが、熱帯低気圧からの湿った空気が流れ込んで大気の状態は非常に不安定です。この後も雷を伴った激しい雨ですとか、あとは竜巻に注意をしてください。この竜巻の注意点ですね見ていきましょう。黒い雲が近づいてきて辺りが暗くなる、そして急に冷たい風が吹いてくる、雷の音が聞こえてくる、まあ、こういった状況発生しますと竜巻のサインとなります。発達した積乱雲の下で発生しますので、ぜひ注意をしてください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリで確認いただけます。